東京電力の白井でございます。皆さん急遽集まっていただきまして申し訳ございません。お手元に福島第一原子力発電所事故当時における通報報告状況についてということで資料を配らせていただきました。こちらの、読み上げる形で説明させていただきたいと思っております。まず当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により発電所周辺の皆様をはじめ広く社会の皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを改めて心よりお詫び申し上げます。当社は新潟県技術委員会から福島事故当時の情報発信についての課題をいただいております。福島事故の検証と総括について事故原因の技術的な分析だけにとどまらず事故当時の国および自治体への通報報告の内容も含めて調査を行っております。この調査を進める中で当時の社内マニュアル、こちらの原子力災害対策マニュアルになりますけれども、このマニュアル上で炉心損傷割合が 5% を超えていれば炉心溶融と判定するということが明記されているということが判明いたしました。今まで新潟県技術委員会の説明におきまして、この事故当時の経緯を説明する中でこの蒸気マニュアルを十分に確認せず炉心溶融を判断する根拠がなかったという誤った説明をしてございました。深くお詫び申し上げます。今まで炉心の溶融につきましてはその判断基準が明確なものがないということで、炉心溶融につきましては2011年の5月24日にMAP 等の解析によりまして評価をして、その結果をもって炉心溶融を判断してその旨を公表させていただいてございます。で当時は格納容器の中の放射線ガンマ線を測るカムスと言われている検出がございます。そちらで格納容器の中の放射線を測ってその結果に基づいて炉心損傷3号機であれば 30%、あるいは1号機であれば 50% といった数字につきましては皆さんの方に公表差し上げておったところでございますけれども、炉心溶融そのものにつきましてはどういったものを溶融と判断するかといった基準がないということで、明確な溶融といった判断につきましてはこの5月24日まで送っていたということでございます。ですが先ほどもお話ししましたように社内のこのマニュアルの中で 5% の損傷割合を超えていれば炉心溶融と判定するという記載があるといったことが分かりました。ですからもっと早い段階で炉心溶融という判断はできたのではないかというふうに考えております。下の具体的にとありますけれども、こちらの最初にその炉心損傷の状況を説明しているところなんですが、3月14日の早朝に3号機の格納容器の放射線の監視器が回復をしまして、そちらから炉心と損傷割合を確認をしてございます。でその結果140シーベルトパワーで炉心損傷割合が最初 25% とお話ししてまして、その後訂正で 30% といったことを出してございます。で当時の報告の基準につきましては炉心損傷の割合、炉心溶融を判断するための放射線の数値を報告することとなってございまして、いわゆる通報報告といった観点で言いますと、その法令にのっとった報告をしていったといった状況でございます。ですが炉心溶融といった点につきまして公表が遅くなっているという点もございますので、こちらにつきましてはこの今回マニュアルを気づいていなかったといった点も含めまして第三者の協力もいただきながら当時の経緯を確認していきたいと考えております。